フェザー級ケンゴー VS 山本健進。この試合はフェザー級3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。本日の第8試合です。フェザー級 57.5 キロ3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、ケンゴー対山本健進の戦いです。この試合解説はライズ第4代スーパーライト級王者の山田康生さん、そして学生キャスターとしても活躍されています関田日向さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ケンゴー対山本健進の一戦ということになりますが、どのあたりポイントに置きますか、山田さん。そうですね、2人ともこう KO 率も、はい、ありますし、互いにこう強い強打があると思うので、パンチャーですよね。そうですね、そこはちょっと見ていきたいな、注目したいなと思います。さあ、第1ラウンドが始まりました。勢いよく両者が出てまいりました。黒いトランクスでシルバーのベルトラインが入っているのがケンゴー、そして黒いトランクス、今ハイキックを見せていきました山本健進です。まあ、身長差がケンゴーが177センチで山本健進が167センチ、10センチあります。この辺りの差というのは山田さんどうですか。いや、そうですね、今のところは、まあ、こうファーストコンタクトでこう見た感じはそんな思わないですね。あんまこう苦手意識とかはないんじゃないですかね、山本選手の方が。まあ、サウスポーっていうのもありますしね、はい、距離は遠いし、外せる、こうやって外していきながらミドル主体で今打ってますけど、サウスポースタイルの山本健進に対しまして、右のグローブを引いているオーストックススタイルが健吾です。いや、前に出ていきます山本。安田さん、はい、結構速いですよね。速いですね、速い動きだなって思います。そうですね、大丈夫大丈夫、しっかりと前に出ていこうというスピードがあります山本健進。いいですね、相手の得意のパンチを止めるっていう、そんな感じなんかなっていうのは今見てて、はい、思います。あの蹴りが出てるとなかなかこうパンチ出てこないのか。そうですね、やっぱり腹を蹴るというかは腕を、はい、腕をこう壊しに行くっていう。なるほど、はい、ガードもしなければいけないというところですね。ミドルを出して前に出ていこうという山本ですが、ここは体を預ける形になりました。素早い前蹴りを見せていったのは健吾です。ただ接触をかけていくのは山本。構え変えましたね。そうですね、元々はオーソドックススタイルという表記がありましたので。あ、本当ですね、はい、サウスポースタイルから入っていた。ドアツーガンを取られてきました健吾。ラストイン。ただ試合中でスタイル変えられるっていうのは本当に器用ですよね。そうですね、ただ今の感じやったらサウスポーの方がいいんちゃうかな。そうですか、変えましたね。ここはお互いどちらかできるという感じかもしれません。バーバーを打っていく。ちょっと体勢を崩しました健吾です。健吾選手はあの打ち合いに持っていきたいですよね、はい、やっぱり得意の分野でやった方がいいかなとは思いますね。去年の1月には鈴木正彦とも戦いましたけれども。そうでしたね、はい、その時には1ラウンド KO 負けを喫しました健吾ですが、まあ、真っ向勝負を挑んでいくという、 そうです、ね、そのスタイルというのは気持ちいいですよね。やっぱもうライズ、ライズって感じですね。そうですね。長い手足を生かしてこう一気に前に出ていきます健吾です。現在30歳の山本健吾に対して28歳の健吾、第1ラウンドが終了しました。お伝えしています第8試合です。健吾対山本健進の一戦です。さあ、この第1ラウンドですけれども、山本さんどういうふうにご覧になりましたか。そうですね、蹴りのサウスポーでわざと足引いて左ミドルで相手の手を止めるっていう山本選手の感じ、はい、あれで行った方がいいんかなと思いますし、健吾選手はもっともっとこう近い距離感で自分のパンチを当てていくっていう、はい、うん、今の1ラウンドはもう、うん、どっちもそうですね、ポイント取ってないような感じはしますね。どういう作戦でいくのかっていうのがね、まあ、セコンドの指示もあるとは思いますし、うん、そうですね、多分この2ラウンド目でちょっと展開変わってくるんじゃないかなとは思いますね。いや、ですから関田さん、はい、結構頭も使わなきゃいけないっていう部分ありますよね。そうですね、
個人的にお二人とも名前が強そうだなって思いました。剣豪山本剣豪、はい、確かにこれ山さん名前も重要ですよね。あ、そうですね、どうなんですか。まあそうですね、本名だったりそのジムの会長さんがつけたりとか、はい、いろいろありますけれども、どうだ、あ、でもちょっと、まあ、ちょっと聞いてるかもしれませんね、足ですね、ちょっと今体勢を崩しただけ、もうダウンにはなりませんでしたが、その山本健信なかなかパンチが出ない、山さん、先ほどの体勢を崩したのは、まあ、ダメージなのかどうなのかっていうところですね、でもまあ印象はいいですよね、ああいうふうに剣豪の印象ですか、そうですね、剣豪選手の印象はいいですよね、大ラウンドに入っています。ここは足先にも出していきます。剣豪、剣豪は今日の試合が33戦目、そして山本健秀がこれが12戦目ということになります。あ、ここも体操を崩しました山本、まあ、33戦目ということになりますと、山さんやはりこうキャリアこれまでもういろんな経験積んできてますよね。いや、そうですよね、絶対この経験値っていうのは、必ず自分の武器になると思うんで、そうですよね、はい、下がりながら相手を追っていこうというのは山本です。ここは一旦リズムが割って入ります。勝者では10センチになります。両者自分で合わせよ、自分で合わせよ。ちょっと剣豪選手さっきのラッシュでちょっと攻め疲れたかなっていう感じがありますね。そうですか、ちょっと首を押さえながら相手を投げ飛ばすような形になりました。山本第2ラウンド残り1分を切ります。まあ1回ラッシュということになりますと、まあ、1回レーというのも考えなきゃいけないですよね、はい、その場面で倒したいっていうのがあるんで、相手が倒れてくれないとしんどいですよね、はい、おお、山本さんもその辺りの打ち疲れっていうのを、はい、こう感じてる部分というのはありますか。まあ、そうですね、自分も、そうですね、経験しててありますけど、自分は倒せる自信があったんで、倒してやると、そうですね、疲れる前に倒してやるという感じですよね、はい、山本選手結構今盛り返してきてますね。さあ、ここはハマり際、剣豪のパンチ、ワンツーからボディコンビネーション、最後に決後ろに体重をかき乗せながら山本健信パンチを出していく、相手を挑発していきますが、ここで第2ラウンド終了。いや、第2ラウンドが終了しましたが、ここはもうどういうふうにご覧になりますか。いや、こちらの選手はすごいですね、嬉しい、めっちゃ面白いね。いや、剣豪は本当に1年2ヶ月ぶりでしたらね、鈴木選手とやってから復帰戦になる、復帰戦ですね、再帰戦ですね。あ、そうですよね、そうですね、すごいですね。でもただそのブランクという部分はどうですか。いや、どうなんですかね、全然でも感じさせるような動きじゃないですよね、本当にめっちゃ気合入ってるわ、すごいすごい盛り上がってますね。いや、せっかくさん、こういう光景っていうのは間近で見てどうですか。いや、もう感動してます。ラウンド中の経験中にもこうパフォーマンスがあるんですね。ラウンド3、まあ、気合入りますよね。さあ、最終ラウンド第3ラウンドです。まず手を出していったのは剣豪です。後ろに下がりながら、ただ山本健信がプレッシャーをかけていく。そこはどうですかね、山さん、こう山本としてはこうどんどん前に出ていく。そうですね、なんか剣豪選手は距離を作っているけど、ちょっとこう、はい、下がらせられているっていう感じの下がり方かなっていうのが、自分からも下がっているというかは、山本選手のこの圧力っていうか、これでちょっと下がらされているっていう感じですね。下がりながら距離を取ろうという戦いを見せている剣豪、自分でこう距離を作りながらの下がり方じゃないかなっていう。そうですか、うん、いや、分かんないです。でも、まあ、そんな感じに見えちゃいますね。そうなってくると、やはりこうジャッジの印象というのはあまり良くない、うん、そうですね、はい、ただでも一発あるんで、剣豪選手も。そうですね、はい、
ここはボディから飛ぶようなパンチを出していきました剣豪です。ただ山本としても後ろに下がらずどんどん前に追っていく。ここも前に出ていきますがワンツーガードを上げているのは山本。あでも合わせてますね、合わせてますね、カウンターになってますね。おおあと左手を振った。ただ笑いながらどんどん前に出ていくのは山本健信だ。笑顔で相手を追い詰めていく。だって関田さん表情どうですか。いやー笑顔ですね、あここは後ろ下がってワンツーから来た。ただ山田さん結構も冷静ですね。そうですね、結構合わせてますね、はい、出てきたところボディ、そうですね、この辺りも狙っていきます。出てきてくれるところに合わせパンチが一番効くんで。そうですか、はい、ですから出てきてくれた方が戦いやすいかもしれないです。今ちょっとハマってきてますね、運動選手の上で。第3ラウンド残り1分を切ります。ここも前でナイスボディ、あ、効いた。組んだ状態での攻撃は1回まで。そうですね、ここは組んだ状態で打撃を2回与えてしまいました。ワンキャッチワンアタックというルールになりますね。組んだ状態では打撃は1回ということになります。あーただここは山本健司前に出ていくと、入る、距離で戦ってますよね。やっぱ3ラウンド目のやっぱ後半なんかはやっぱりお互いしんどいと思うんで、はいはい、隙がお互いに大きくなるところだと思うんですよ。あの距離感でのあの打ち合いは響きますね。ですね、いや関田さん、はい、これだけパンチ出し合うと相当なスタミナ使いますよ。そうですよね、体力必要ですよね。最後まで食らいついていく姿勢がすごいかっこよかったです。はい、判定はどちらに軍配が上がるんでしょうか。ジャッジ永瀬30対29、赤健吾。ジャッジ和田30対28、赤健吾。ジャッジ大沢30対28、赤健吾。以上判定結果3対0で赤健吾が勝利という形になりました。山田さん、ケンゴのボディ、あれ強烈でしたね。いやいいボディでしたね。いや最初選手の圧力に慣れてるかなと思って、そんなことなかったです。やっぱりこうちゃんと見て合わせて、最後きつくなったところのボディのプラン通りだったみたいですね。やっぱり経験なものを言ってる部分もあったかもしれません。この試合のプレゼンターはナイスフラッシュフラッシュトーナメント2006年王者水谷秀樹さんです。まあ、ですからまだまだこれから剣豪がこのライズをこう盛り上げてくれるというのは帰ってきてから楽しいですよね。いやそうですね、本当にもうまだまだ、まあ、でも戦績ですからね。そうですね、怖いですね、すごいな、はい、お伝えつきました第8試合剣豪対山本健信の試合は判定3対0で剣豪が勝利しています。熱狂と感動は4年に一度じゃ物足りない。 J
激闘に沸き立て日本列島、格闘技に新たな日が昇る。サイゲームスプレゼンツライズエルダラド2023、3月26日東京有明アリーナ。